ダイハツハイゼットトラックトヨタピクシストラックピクシストラックはトヨタ自動車で販売されるフルキャブオーバー型の軽トラックであるダイハツハイゼットトラックの OEM 版にあたる通称ピクトラベースとなっているのはハイゼットトラックであるちなみに2000年から2003年までは同じ S200 系の派生車ダイハツアトレイ7をトヨタスパーキーとして OEM 供給していたが、およそ8年3ヶ月ぶりに S200 系の車両を OEM 供給することになる。取扱店は発売当初、基本的にトヨタカローラー店、ネッツ店で販売されていた。2019年4月に東京都のトヨタ直系ディーラーの統合により、発足したトヨタモビリティ東京でも取り扱われるように、 なり、2020年5月1日の東京都以外のすべての地域での全車種平売化に伴い、発売当初は一部地域に限られていたトヨタ店、トヨペット店の販売地域が全国に拡大された。なお、新車の展示は、そのうちでさらに選定されたピクシスステーションという一部の店舗で、のみで2020年4月30日まで行われていた。なお、 2012年4月に、スバルサンバートラックがハイゼットトラックの OEM 車種に切り替わったため、三兄弟車種となった。2014年8月現在の時点において、新車で購入可能なトヨタ車としては唯一、運転席側、助手席側ともに、全車、SRS エアバッグが非装備で、なおかつ、AT 仕様は、油圧制御式三速 AT のみが設定されていたが、 2014年9月に実施されたフルモデルチェンジに伴い AT 仕様は電子制御式4足 AT に変更され全車にようやく SRS エアバッグが標準装備となったキャッチコピーは初代がピクシス版と同じ働く私のピクシストラックだったが2代目では日本のベスト仕事パートナーに変更されたグレード2019年10月現在 書き設定4グレードは全てハイゼットトラックについては同名グレードに相当する。ありがとうございます。